インベエイジローは国際年金経済研究所主任研究員、経営コンサルタント、データベースマーケティングデータマイニング、ビッグデータ研究者、山口県下関市出身、西南学院大学小学部卒業、1976年大学在学中、岸信介事務所に入所する。これは、インベの祖父である藤本万次郎の意図によるものである。 1978年大学卒業後株式会社、エドウィン入社、マーケティング担当責任者、物流担当責任者などを経て、1986年に社長室責任者。エドウィンのイタリア、ミラノのフィオルッチ、フィオルッチ買収に伴い、フィオルッチ、フィオルッチ統括責任者。1990年代初頭よりフィオルッチの運営会社、サギッタリを、 SRL の総責任者として、インターネットの活用による南米3カ国、アフリカ2カ国を含む世界27カ国でグローバルライセンスビジネスを展開。株式会社、エドウィンライセンス事業部統括責任者、リクリーティング本部統括責任者、生産ブレディス統括責任者、データ解析、ウェブ戦略統括責任者、経営会議統括責任者等、 トップマネジメント各職歴任1996年エドウィン大社株式会社 MLC 設立元西部百貨店社長水野誠一が設立したアートボックスアートボックスの立ち上げに参画営業本部長企画本部長日本初の本格ネットスーパー声優の声優ネットスーパーアートボックスネット等の事業計画実施担当 この経験と実務をデータベースマーケティング論として、西南学院大学小学部教授、小森俊介と共同研究。ゼミ内で研究講義を行う。2007年国際年金経済研究所主任研究員就任。IT データベースマーケティングビッグデータ研究。ありがとうございます。